ああ、本当？何匹かやっていいよ。まあ、アイテムがちょっとね、足りないので。あ、いっぱいいらっしゃるな。ちょっとごめんなねさい。2羽ほど。ごめんね。え。一時期2羽ぐらい処分したのに。そう。クラフトという、クラフト。これを掲げて。これだ、グライダー。ハングライダー、ここ奥で、ぽい。あ、そっあ、ちに。そうか、ウサギの皮が一番大変だよ、俺。ああ。骨、縄、木の棒か。もう全部取ってあったっけ？あ、取ってなかった。うさぎ。じゃあ、うさぎの皮僕が2枚準備しよう、はい。8枚ない。何枚いるんだっけ？ 8 枚。8 枚。ひ、ふ、み、よ、いつ、む、なな。あと1枚足りない。というか、全部これ、うさぎを殺してしもたら、せっかくのこれ、ブリーダーが。2匹残して構わんよね。あったら、5話ぐらいじゃないか。まあ、1枚置くけど。ここは全部叱ったわ。これ持ってなかったっけ、ウサギ。全部使ったか、ハングライダーで。使ったな。あ、でも、なんかさっきからちょくちょくなんか、ねえ、来よるおで。る？捕まえれよるで。さらば。ふわー！2、OK。うさこや、うさこや、元気でいておくれ。え？もう産地ってなんか深夜寝れなさそあ、電車やろ。う。いや、電車はね、深夜止まるけんね、大丈夫なんよ。でも朝4時とかに出んの？あ、5時ぐらいに音はしよるね。やろ？電車よりもな、もっとひどいんがあってね。いや、リアルミュータント。ああ、言うと思ったわ。まあ、ひどかろうな。マジでこのフォレストに出てくるやん。ってやつ？あんなんやもん、普通に。あ、それってまだ可愛いけど。縄は3本ゲットした。あ、はい。ロープは、じゃああと1本いるんか。僕が取ったらどうかな。おい、おかえり。オーケー。君の名は？君の名は？それ、君の君名をは？全然世から僕はずっと探してたんだよ。その不器用な笑い方をやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって。もう迷わない。そろそろ歌うのやめようか。85点。甘めの点数出してくれるやん。あ、これ棒も入れとんや。あ、入れたじよ。ゃあ、あとウサギの皮とこれだけか。よし、ウサギが残り1匹になるまで殺処分しようか。残り2匹や。1、2、1、2、3、4。あ、でも足りんな。1、2、3、4。あと2匹やな。全部殺処分するんはいかんけん。なあ。ここは腕の見せ所やね。夜、うさぎ狩り行くのかね？そう。行ってくる。意外と。こう、読みが効かんけん。あ、
画面をゲーム用にしてなかった。よし、これでちょっと明るくなったな。うさちゃん、こんな嫁に。でも結構ウサギすばしっこぎけん捕まえにくいことない？弓やったら止まっとるとこ狙えば。ああ。もう結構遠距離に離れていくやろう。そう。ねえ。やけん俺今ステルス装備しとるわ。あ、あれステルスってウサギにも効くん？効くかどうかはわからんけど、とりあえず来てみた。あ、なるほど。わからん。おらん。まあ、火変えるっちゅうのもありやけど。もう火変えれる？ああ、わからんな。ねえ、まだ一夜やろ。ちょっと見てみようか。タタタタタン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 。帰れる。マジか。うん。あ、でももうなんか空が明るんできたで。あ、マジか。あ、ほんならもう、あ、ほんまほんま。ほったらもうこのまま行くべや。フォレストの朝は早い。これでウサギ追いかけていってミュータントに出会ったって言ったら笑い話にな。いや、ベストの実力やったら大丈夫よ。いや、さすがに鎧なしできついで。いけるやろ、ベッサの実力やったら。はめれるんやったらね。ああ。楽勝やけど。こんな平地やったらな。やべ。さすがにちょっと離れすぎた拠点から。あ、ウサギ狩り行くんやったら行くけど。うん、ミュータント狩りになってしまった。ミュータント。え、おるんそこに。おった。あら、まあ。あ、さすがにな、拠点の方帰ってきたけん近づいてこんなったけど。あは。あの、あれよ、別さん迷ってやろう。なんか、頭の頭蓋骨狙って弓矢当てたら一発で倒せるじゃないっていう。そう、言うよったよった。あ、うん、リアルそうやった。アホな。結構あれね、ハードサバイバルでやってもね、大丈夫。じゃあヘッドショット狙っていった方が効率的なんやね。もう速攻やったよ。でもな、俺な、ヘッドショットそんな決めれねえんだよな。いや、練習だ。ベッサンならもうちょっとやればできるはずだ。よっしゃ。まあ、やと思うよ。ウサギ一匹ゲット。はい、いいですね。あと一匹やな。あー、そっちに行かないで。離れすぎるのは嫌なの。さあ、私もウサギ狩りに行きましょう。僕なかなかウサギさんに好かれてないのか。そりゃ命狙ってきたら誰も好かんやろ。結構今日別さん辛辣なコメント多くないかね。嘘。別に俺はそんなつもりで言ったわけじゃないんやが。なんかあったのかね今日一日。いや、だってさすがに命狙ってくるやつには仲良くせんやろうさぎ。あ、いやいやいや、今日は別さん、あの、彼女と一緒に行くんじゃなかったのかね、ドライブに。なんだと？うん。みんなも意外とそんなもんかもしれんね。ねえ。おっさんはどんなクリスマスやったん？僕？それはもちろんあれよ、彼女と一緒にドライブ行ったよ。嘘っぽーい。そらね、クリスマスソング歌うんやったら縁切り寺の曲歌うとかさ。バックナンバーとかやない？バックホーン。それは俺らがいつも頼る方や。
もうクリスマスソングなんていらないってね。あ、うさちゃん、うさちゃん、うさちゃん、あー、うさちゃん。え、クリスマスキャロルは、ちゃんちゃん、ちゃ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 ん。ヘイ！86点。お、なんか甘いな。あ、あと3つやで。もうさ、何個あるんかは、うさぎの。もう早速1枚寄付したんよ。今手に持っとるやつ。え、いや、実は、4つ入れないかんやろ。4枚入れないかんやろ。で、そのうちの1枚もう入れたんや。あと残り3枚でいいんよ。今。うん。もうさ、今、バッグの中何個あるん？うさぎの。ゼロ。ゼロ？じゃあ、こいつらを。ごめんね、ゼロしか持ってなくって。今、なんかうさちゃん言ったことない？逃げられた。あ、クリスマスキャロルどワこや、べっさん。ー。どこに。今日は切りやすいな。そっとしとこう。クリス。ん？絶対この草ってポインセチアやろ。僕、草とか詳しくないから。あら、将来農東業、農家になるんじゃなかったっけ？京、いや、東京住んで、タワマンの最上階住むけん。招待してよ。いや、別荘やん、それ現実できそうな気がするけどな。一度きりの人生やけんね。まあな。なんかしてみたいっていう気持ちはあるけどね。自由にならんとな。ね誰からの制限もなく、自由にえ。生きていかなければならない。もっと正直に。もっと誠実に。誠実には無理やな。嘘。いや、僕は別さんの誠実さは誰よりも理解してると思うんだが。マジで？本当？お、殺すのは後にしてやろちょっとだけ数時間だけ寿命が伸びた。う。あれ？あれ、ももう結構いっぱいやけん。よっしゃ、オッケー。うあと3枚ね。これでもう完成やで。はーい、いきます。はよ、イはェーイ！ハい、ングライダー！ハングライダハングライダー！ー、できました。ウォー！オッケー。どうする？もうさ、一回ちょっとランデブーして終わる？オッケー、そうしようか。とりあえず、悲劇が起こらんようにセーブだけしてくるわ。ちょっと僕も行くわ。あれやったらまたセーブからやり直したい。大概僕が操作ミスする確率が高いんやけどね。海ぼちゃーん、サメパク、アイテムロスト、うわーみたいな。アイテムロスト嫌やな。想像しただけで嫌だな。ああ、同感。ちょっとこれゲーミングのこの耳当て結構痛いね。ああ、なんかちょっと緩めれんの、それ。いやー、なんやろ。緩めれるやつではない。いやー、某通販サイトで2400円くらいで売り寄ってんやけど。安いな。ちょ結構お買い得やね。っと。別荘のなんぼのシトン。俺5000円ぐらいかな。えぇ？まあ別にゲーミング用のではないけどね、俺が使いようは。おお、そう、やっぱ VIP やのー。あれ、べっさん、動きが止まっとったと思うけん。あ、動いた動いた。生きとった。もう一丁上にあるやったっけ？中にあるよ。中、あ。それは失礼いたしました。中の。はいはいはい。いや、この出口どこやったかなと思ってね。まさか出口忘れちゃったの？いや、入り口は置いてるんやけどね。入り口も出口も同じとこやろ。バレたか。
さあ、今の入り口は出口も一緒っていうセリフはルパンの作品に出てきました。どの作品だったでしょうか？チッタ燃チッえろタ斬チッ鉄タ剣。チッタチッタチッタ。燃える断絶。あ、正解。え、ほうなん。マジマジ。唯一覚えとるやつを言っただけやけど。最初の方よ、とっつぁんがね、ルパンが逃げたー、出口をなんちゃらとかって言って、ルパンと次元か。入り口も出口だと忘れてる、単純なとっつぁん、ウフフって言ったセリフ。あ、正ほう解なはあんれ。じゃん。歌舞伎見よる五右衛門とあって、それから銭形が追いかけてきて、で、マンホールの中に隠れて、その後のセリフやったと思う。ほうなんじゃん。はーい。行でくは、か。ワン、ツー、スリーで走る。最初に行く？オッケはい。うー。ワン、ん。え？ツー、ツスー、スリー。リー、ダッ。ごめん、落ちた。あれ？うまく飛べんかった。いたー！なんでやろね。なんでやろう。やっぱ風？風。風かな、これ。そんな。悔しいね。ちょっとね。体力大丈夫？あ、大丈夫。今結構体力減った？ああ、減った。これ一気に上まで登る方法なかろうか。ハングライダー持ってかないかんしな。よし、回復。これ一気に上に登る方法は、登山用のやつってかけれるんやろうか。いや、でもハングライダー持つけ無理やね。それなんよ。ハングライダー持っとるとね、何にもできない。まあ言うて10秒ぐらいやろ、これ登れる。20秒ぐらい経ってると思う。兄ちゃん遅いぜ。おっとって焦るよって、なんか思う。では行きましょうか。ちょっと待ってよ。はい。さっきは風ビューって吹きよったけど、今は吹いてないね。え、風わかるん？いや、着替えるとだけよ、さっきは。よっしはあ、いゃ、行くや、か。それでもいいよ。よし。3、2、2、1、1。うゴお、ー！あれ？えー？雨？いや、やっぱおかしいよね。俺の一番最初だけが良かったん。なーぜ。僕も一番最初だけは良かったっていねえ、全然飛べんくなったことない、なんか。う。なんでやろ、これハングライダー壊れた？あれだな、魔法の力が弱まったんじゃないのか？ああ。今のなる正解音やろ。ほど。大人ね。ちょうどええとこで俺の LINE 通知が来た。てかっめえはた黙っよ。てろ、ポチッ。よいしょ。大人になるって悲しいことなの。ジジの声も聞こえなくなったわ。おあ、いおい。早っ。早っ。あ、服が変わっとる。よっしゃ、行くぜ。あ、今度別さん先頭に行かんけん。多分僕が先頭に行ったけん失敗したんやろ。あ、そうか。行くあ、ぞ。妙に納得すんねえ、君。ほっ。ほっ。え、からの。あれ？墜落した。よくわからないの。もう一回やって終わりにしよっか、とりあえず。これ修復ツールで叩けんな、壊れとるわけじゃないな。ちょっと待ってよ。楽しいと思ったのに、せっかそっからく。いけるんやったらここは？あ、無理やな。結構体力減るんやね、やっぱ。減る。ちょっと、もうちょっとさ、なんかね、ちょっと簡簡単にして単ほしに。かったあ、わ。いや、僕も今、共鳴したね、簡単っていう言葉に。ねえ。ふう、ちょっと体力使った。
よし、行くぜ。あぶて、あぶて、あおっつって、あ、落ちちゃった。何をしているのだね、ポッター、ミス・ゴーレンジャー。はい、行っじゃあてまくる。た別。あ、鳥がいるじゃないか。俺、今度は、うん。急降下して、うん。その反動も乗っけてみるわ、ほんなら。おお、じゃあちょっと別さん試しに行ってみて。OK。してからの、あ、あれ？俺も行くぜー。ほっ。なんかよう飛び寄るな、今回は。落ちた。あ、なんか角度が、あれ？なんでやろ？やっぱ一旦下がらないかんのかな。僕ずっとボタン押しまくりよるけんな。それがいえかんのか。だー、キギ当たった。え、ダメージ食らうん。頑張れ。グー、入った。いい感じにいけたのに。あら、まあ。やっぱ気は避けないからしいわ。ああ、そうなん、当たるんやね。うん。俺はもうこれでいいや。俺も行くぜー。ほっ。なんか若干機体を下に傾けたらね、いい感じに飛んだ。なあ、飛ん、び寄るやん、飛び寄るやん。意外となんもせんかったけど、わし。やっぱ何もせん方がええんかな、これ。みたいなね。わからんね。あ、また、ままた、海ぽちゃ行くぜ。ああ、海ぽちゃ行った。ごめ海ん。ぽっちゃ。ごめんなさい。海ぽっちゃ。なんか、間が、なかなか曲げにくかった。やっぱ急降下のこの機首を上に変えたりなんやらせないかんのやろうね。あら。あ、ちょっと待ってよ。さてと。じゃあ、教会作るか。おあれ、モッサン大丈夫なん？お、今浜辺に寄せようと。また同じやつか。そう、おいしょおいしょ、なんとか。また遠いとこに。多分落ちたところさっきとほぼ領海と一緒。よいしょ、動いてー。なんか岩に引っかかってる。C4 いる？ C4 って何？爆弾。え？いる？爆弾？いらん？爆弾何すんの？いや、爆発の爆風で。ああ、ありがとう。ああ、爆発の爆風で寄せると。そう、そ C4 ってどういう意味なん？う。わからん。多分、意味はある。でも俺は意味を知らん。そういう問題人間って。おお、納得。パソコンも仕組みようわからんけど使えよるしな。ああ、そういうこと。そうそう。では教会作りますか。えい。うーいえい。え、なんやら体力がえらい削られてん、感染でもしとんやろか。ハングリーなだけやった。それはダメだぜ。うふ。ちゃんと食べんとな。お。よっしゃ。